バーデン・バーデン競馬場は、ドイツ・ビュルテンベルク州のバーデン・バーデン市郊外、イフェツハイムにある、平地競争と障害競争、スティープルチェイスを開催する競馬場。立地から、イフェツハイム競馬場とも呼ばれる、バーデン大賞を開催していることでも知られる。温泉保養地として知られるバーデン・バーデンへの、外国人観光客誘致を目的として建造されたもので、1858年に、 初の開催が行われた。バーデン大賞も同年から開催されている。バーデンバーデン競馬の開催時期は、かつては8月下旬のグレートフェスティバルウィークのみであった。その後、5月中旬にスプリングウィークが行われるようになり、2004年からは10月中旬のセールスレーシングフェスティバルが追加されている。福島競馬場と提携しており、 交換競争として JRA トロフィーという競争を開催しており、福島競馬場ではバーデンバーデンカップとして2020年より春季に開催している。コース南側からの眺め平地競争はすべて芝コース、左回り。メインとなる周回コースは一周2000メートル。最後の直線は約500メートル。ありがとうございます。